戦後72年が経過してもなお日本とロシアの間には平和条約がないのは異常な状態です。なんとかこの状況を打開しなければならない。メッセージ。平成30年第2部式典を開会いたします。北方四島をふるさととする方々のお気持ちを胸に刻んでロシアとの交渉に取り組んでまいります。政府は安倍総理のリーダーシップのもと強い意志を持って外交交渉を進めております。日本なのに日本人のいない、そこがふるさとなのに帰れない、理不尽な思いをし続けている人たちがいる現実を知ったのです。戦後72年が経過してもなお日本とロシアの間には平和条約がないのは異常な状態です。なんとかこの状況を打開しなければならない。戦後ずっと残されてきたこの課題に私とプーチン大統領が終止符を打つ。これまで20回の首脳会談を行い、その強い決意を両者で共有しております。需要が許せば本年5月にロシアを訪問し、日露首脳会談を行い、平和条約締結問題も取り上げる考えです。交渉を進展させるためには、国民一人一人がこの問題への関心と理解を深め、政府と国民が一丸となって取り組むことが重要であります。